ルル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 ルショコラトリーフォーさんを今日は取材にやってまいりました。ショコラトリーフォーさんのチョコレート専門店をちょっと取りに来ました。2021年の4月の17日にオープンしたそうで、今日も行列できてますね。ちょっと撮ってみたいと思います。まさか行列できてると思ってませんでしたね。まだオープンしてないんですよ。中見たかったんですけど見なかったです。今日は寒いです。はい、いいですね。三重県四日市市の新設四日市駅から徒歩3分ぐらいかな。もうそこが新設四日市駅がもうそこなんですよ。ここあの奥のここが新設四日市駅なんで、ここね今一番街です。これ新設四日市駅の建物、百貨店か。ここにパティスリーフォーさんがあります。まさか行列できてるとは思いませんでした。はい、どうも。もうここです。ショコラトリーフォーさん、そうなんですね。この左10メーターぐらいしたとこか。おお、すごい並んでる。30人ぐらい並んでます。